おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。フィリピン・マニラの自動車運転者はナンバープレートを手続きなく請求するために料金を請求する人々に注意を喚起します。陸上交通局 LTO の局長ビゴー・メンドーサ2世は昨日警告しました。彼は一部の人々が200ペソと引き換えにナンバープレートを請求する提供をしているとの報告を受けてこの警告を出しました。私は市民に対してこれは真実ではないと言っています。私たちはナンバープレートの迅速な配布のためのシステムを準備していますとメンドーサは述べ、ナンバープレートの配布は無料ですと述べました。彼は市民に対してお金を求めてくる人々にすぐに私たちに報告してください、私たちはこれらの人々に対する必要な告訴を行いますと呼びかけました。メンドーサは一部の地域で配布プロセスが始まったことを述べ、特にリコール地方での話をしました。彼はソルソゴンとカマリネスする州の長市にある陸上交通局 LTO オフィスが8月11日に代替プレートの一部を配布したと述べました。これはフィリピンの人々が期待する公共サービスの一例ですとメンドーサは述べました。陸上交通局 LTO はシステマティックで秩序ある未請求のナンバープレートの配布のための予約システムを導入する予定です。また配布場所として検討されているモールでも配布が行われる予定ですと彼は述べました。メンドーサはお金を請求しているとの報告を検証するためにナンバープレートを受け取るミステリアスな人々を配置すると述べ、また陸上交通局 LTO の地域ディレクターや地区オフィスの責任者に未請求のナンバープレートの最良の配布方法を提案するよう呼びかけました。彼はリリース期限として60日間の期限を設定した後、未請求のナンバープレートの配布を行います。情報は以上です。続いてのニュースです。フィリピン・マニラ・カラヤン諸島の漁師たちが西フィリピン海の監視のためにフィリピン軍 AFP の予備役として活動することが計画されています。 AFP 参謀総長のロミオ・ブローナー大将によると、これによって漁師たちは国家防衛の一翼として貢献する方法を学ぶことになります。ブローナーは西フィリピン海域の軍の存在感を強化するため海上民兵部隊の編成を検討していると述べました。ブローナーの発言は8月5日にフィリピンの前哨基地であるフィリピン海軍の軍艦がアユンギアン礁にある際水砲事件が発生したことに続くものです。しかしカラヤンの希望島漁業協会のリーダーであるラリー・ヒューゴ氏は、中国海警局が自分たちを標的にする可能性があるためこの提案に反対しています。彼らは日常生活のために漁業を行いたいだけです。ヒューゴ氏によると、 AFP の補給船がアユンギンアン礁で行われたように中国の船による衝突や水砲攻撃を受けることは避けたいと述べています。ただし情報提供や状況報告のみを行うことであれば彼らのグループが協力することが可能ですが、武器の携行は拒否します。彼はまた武器を手にするつもりはないと強調しました。このグループはカラヤンの島で36隻の漁船を運用しており、彼らの日常生活の一環として漁業活動を行っています。情報は以上となります。最後までお付き合いいただき大変ありがとうございました。今日もニュースをピックアップしました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。